こんにちちは、ごいちです。今回は焼酎パックで作るトマト逆さ栽培セブンステップについて解説していきます。私は焼酎を実は晩酌しています。焼酎はですね、紙パックのものを買ってまして、これをですね、何かにリサイクルで活用できないかと考えまして、今回のテーマに至りました。またですね、畑に植えてあるあのトマトの苗ですね、これがですね、 何本か余ってますので、先日公開させていただきました袋栽培に続きまして、焼酎紙パックを使った栽培をやってみます。実はですね、これ成功するかどうかはよくわかってなくて、紙パックよりもっと大きなバケツを使った逆さ栽培というのをえ他の YouTube の動画とかでも見たことあるんですけども、まあ、今回はね、この焼酎の 紙パックを利用したトマトの逆さ栽培。これをですね、やっていきます。で、今回はその最初の前編ということで、植え付けまでの動画になっております。トマト逆さ栽培の魅力は、スペースを取らないことですね。物干し竿などに吊り下げて育成していきます。ご質問やご意見がありましたら、コメント欄にお気軽にお書きください。ぜひ最後までご覧いただけましたら幸いです。それでは本題に入っていきましょう。ステッップ1焼酎パック苗の準備まず準備するものです。焼酎を飲んだ 時に紙パックを捨てないで保存しておきます。その際ですね、水道水で紙パックの中身は洗って いいてください結構ね、あの、匂うので、洗っておくことをお勧めします。それで牛乳パックでもいいんですけども、牛乳パックは1リットルで、焼酎パックはですね、1.8リットルあって、サイズ的に焼酎パックの方が僕はいいかなと思っています。あと、焼酎パックの方は、紙厚が牛乳パックより厚くてですね、耐久性もあるんじゃないかなと思っております。植え付けるまでに準備しておいていただきたいのは、底部分を 切り取ってくださいカッターナイフとハサミを使いますそしてトマト苗を用意しといてくださいトマト苗はミニトマトがおすすめです私は種から育てたミニトマトアイコ栽培してみます、えー、苗についてはですねホームセンターで購入してきても構いませんで、おすすめはですねできるだけ小さい苗がいいと思いますあまり大きくなっちゃうとですねこの後動画で出てくるんですが根っこがですね焼酎の注ぎ口に入れるんですけどもここにですね入らない可能性が出てきますので,できる 小さい苗がいいですそれでは動画がありますのでどうぞこちら焼酎の紙パックですもう空になってますこれをね3個使ってトマトの栽培をしていきたいと思いますそれではカットしていきましょうまずですねこの底の部分はいらないのでカットしていきます最初はカッターナイフで一部穴を開けてその後切れ込みにハサミを入れまして底の部分をカットしていきますあと2個やっていきます ステップ2吊り下げ用穴開けまず霧を用意しますカットした底の面から約 2cm くらいの場所に穴を開けていきます4面とも開けてください怪我にはお気をつけくださいそれでは動画がありますのでご覧くださいどうぞそしたらですね上からそうですねだいたい 2cm ぐらいのところに穴を開けていきましょうこの霧を使ってね穴を開けていきます怪我しないように気をつけてくださいここら辺ですねちょうどこの線あたりですね そこの部分の方に手を当ててですね、それで、霧で穴を開けていきます。本当にね、怪我には注意してください。はい、ここに穴を開けました。この穴は、後で紐を通すための穴です。そして、このキャップは不要ですので、取って捨てておいてください。こちらも捨てます。はい、取りました。これはプラスチックでリサイクルします。はい、このように3つ、焼酎のペットボトルを用意しました。 ステップ三植え付け材料の準備まずトマトの苗そしてロープ紐ですねそれから培養土先ほど加工した加工済みの焼酎パック以上を用意してください、はい、苗を準備しましたアイコの赤です種から育てておりますこれもアイコの赤ですこれはねアイコの黄色のはずですこの三本をね 育てていきたいなと思いますこちらは焼酎の紙パックを吊り下げるためのロープです何でも構いませんこちらは培養土ですね土を用意してくださいこちらが焼酎今回は霧島の空きパックを利用しましたすでにこちらに紐を吊り下げるための穴を4箇所開けてありますそしてこのキャップはねもう外してあります作成はね至って簡単なので始めていきます まずね紐を切りましょう大体ね3 0ンチぐらいこのぐらいですかねはいこのように揃えました先にですねこの焼酎パックに先ほど切った取り付け用の紐を通していきますこの紐の長さはですね3 0ンチって僕切りましたけどもつり下げる場所の高さに応じて5 0ンチにしたりしてください はい、こんな感じにくくりました。ステップ4です。苗を紙パックの口に根っこから入れてくださいこれなんですけどもかなりきついんですよねですが根を傷つけないようにゆっくりと入れてくださいその後ですね培養土を紙パックに入れてくださいそしてちょっと今回ねやんなかったんですけどちょっと忘れてましたがカルシウムが入ったミネラル肥料を入れてもいいです今回忘れたので、で、追肥で カルシウムを与えていいここうかなと思いますこちらアイコ黄色3月31日に種まきしてここまで育ってますがちょっとひょろひょろですがこれを植え付けていきますはいそれではですねこの崩した根っこをこちらに入れていきますはい入りました土を入れていきます このあと上からです、ね、水をあげるんですけども土が下に沈んでいきますので数日したらですね再度土を追加してくださいはいこんな感じで土が入りましたでこういう形でですねトマトが出てきてますでこれをベランダの軒下にですね洗濯ざとかに引っ掛ける形になります 一旦この仮のラベルを貼っておきますステップ5水をあげる苗が出てきている紙パックの出入り口の部分ですねここから水が流れ出るまでたっぷりと水を与えてください水をあげておきますこのようにですねたっぷりと水をあげますそうすると 下からね、水が出てきます。土がね、結構ね、減ってくるので、ここで少し追加しといても構いません。ステップ6、日当たりの良い場所に引っ掛ける。完成したこのペットボトルプラストマトの苗ですが、これをですね、紐の部分を日当たりの良い場所お例えば洗濯ざおの端に引っ掛けたりします。あとですね、風通しは良い場所がいいですね。それでは私の例をお見せいたします。どうぞ。このようにですね、洗濯ざおの端の方にですね、 引っ掛けてあります。ステップ7、数日後、状態確認。紙パックにトマトの苗を植え付けた後、2、3日してからですね、苗がしおれてないかどうか確認してみてください。水はですね、適当に与えておいてくださいね。そして、土にカルシウム肥料を混ぜて追加します。ステップ4の苗の植え付けの時、土にカルシウム肥料を混ぜておいてもいいです。 あの僕の場合は忘れてしまったので後からこのカルシウムが入った有機石灰をですね土に混ぜて紙パックの中に入れていきますその後は水をあげてくださいこちらの有機石灰を土に少し混ぜて焼酎の紙パックの中に入れていきます こんな感じで混ざりました今からですねこちらの方に土を入れていきますあの菜園の方にはですね細いスコップがあるんですけど今ここにないので手でね紙パックの上から入れていきますちょうど土が紙パックの上まで来ていい感じですね水をあげてください植え付け後3日経ったないですが U の字型になってですね をを目指ししして成長をしだしまましたははい作業は以上です、ま、とめですすとめステップ1焼酎パックの準備ステップ2吊り下げ用穴あけステップ3苗の準備ステップ4苗の植え付けステップ5水をあげるステップ6日当たりの良い場所に引っ掛けるステップ7数日後状態確認以上ですなおですね焼酎パックでなくても他のね 紙パックを使っても当然構いません。僕は焼酎パックを使いましたけども、あなたは何のパックで育てるでしょうかコメントで教えていただけると嬉しいです。あなたの紙パックトマト栽培が成功することをお祈りいたします。ご視聴、ご清聴いただきありがとうございました。次回の動画、ポッドキャストでまたお会いいたしましょう。バイバイ。